はいどうも、皆さんこんにちは、むけんです。今回はですね、まあ、ピサロ、ね、魔法結構いい感じそうだったんで、レベル80にね、全部しました。で、しかもね、しかも SS までちゃんとさせて、まあ、昨日はね、出た後に、あれですね、新しくリセットされたんでね、あそこ、究極転生回って、しっかりとこんな感じで育てました。で、後ろにいる、あいつもね、新しく出たやつ、5のね、ラストボスも、育てました。今回の動画では、星を、星2に、したいと、星1か。あれ星2か。星2にしたいと思います。レベル90までね、いけるんで。あとは、920ジェムあるんで、3連ガチャ行きましょうかね。まあ、ちょっとね、すっからかんになっちゃいますけど、まあ、いっか。使って、ちょっと必要だったらまたね、課金しようかなって感じですけど。はい、じゃあ、行きましょうかね。パワーアップ。ここでね、剣技の方がね、剣技、まあ、つかないかなと、まあ、すごい期待しちゃいますけどね。はい、じゃあ、ちょっとね、外すんでお待ちください。はい、それではね、ここからパワーアップしていきたいと思います。ね、ニコニコして終わりたいとこですね。はい、じゃあ、80が3匹いるんでね、実際に1匹ずつ星つけていきたいと思います。今まあこんな感じか、スペックが。はい、じゃあ、行きましょうかね。最大レベルに到達してると。もちろんまあ呪文としてはまあそのまま、特異そのままでね、できれば剣技と、星っていうかね、星つくのは当たり前ですけど、あれですね、特技がプラス来るかどうか。頼ます、プラス来い。剣技。あれもう一気にレベルが完走しちゃった。まあ、結構普段から使ってたんでね。はい、じゃあこんな感じで、なりました。あー、何もつかなかった。悔しいですね。はい、じゃあもう一発行きましょう。パワーアップ。次で終わりですね。ついて欲しかったな。はい、じゃあ行きましょう。これでね。行きましょうか。いてつく、眼光、神速、自己スラッシュ。この辺がね、プラスつけば面白いんですよね。はい、じゃあよろしくです。パワーアップ。はい。なかなかね、魔法同士を、こういうことはね、なかなかない機会なんでね、せっかくなんで皆さんと一緒にね、シェアしようと思ってね。はい、じゃあ、まあまあ、あんまレベル上がんなかったか。はい、じゃあ、つかなかった。全くつかなかったですね。はい、じゃあ HP とかスペック上がったんですけど、特技はね、特につくこともなく。さすがにやっぱ厳しいか。一個もつかなかったですね。自己スラッシュ、神速。神速ね、ついてほしかったんですけどね。これをつけるためにはあれですもんね。メダル250枚とかね、あとはレアなクエストとかこなさないといけないんで。はい、じゃあ無事ね、ピサロが星2に、することができました。まあね、これは、どうなんすかね、まあ、魔王系でしっかりとね、使っていきたいなと。星2と、今、魔王で星ついてるのが、このエスタークの星1。これと、ピサロなんでね、この2匹をしっかりとね、使っていきたいなと。スペックはこんなもんか。攻撃力が500超えてますね。防御力も450近く。HP が上がったのが嬉しいですね。なかなか撃ちにくくなったかな。はい、じゃあ、こいつよりやっぱ攻撃力高いな。はい。というわけで、今後ね、ちょっと期待しながら、やっていきたいなと思います。まあ、この後レベルをね、上げようかなと。で、今日はあれなんですけど、明日にはね、明日の動画では、この下に、真ん中にあるね、メタルスコピオン。こいつをね、神聖転生させて、その後星をつけたいなと思います。まあ、このね、仁王立ちとブレスクラッシュと、この辺、テールハンマーとかで、ね、星をつけたいんでね、星っていうか、プラスをつけたいんで、そのためにね、神聖転生した後に、パワーアップしようかなと思います。はい、では最後にね、ガチャ回したいと思います。まあ、あと最後でいいよね。あとちなみに、こいつですね、ミルドラースのスペックはこんな感じですね。やっぱ賢さが若干高いのもあるんですけど、賢さがゾーマと一緒ぐらいかな。素早さがないですね。あと魔法が結構充実、特に魔法が充実してるんですけど、まあ、これ以上のやつは来るでしょう。イオグランデと、メラゾーマが、メラガイアに多分なるでしょう。ね、楽しみですね。はい、じゃあ、あとスペックもね、多分上がってくるとは思うんですけどね。はい、というわけで、最後ね、ガチャやっていきたいと思います。はい、じゃあ、行きましょうかね。新しく始まったね、こいつらですね。まあ、3連ですけどね、10連とかやりたいところなんですけど、昨日ね、こいつが当たりましたよ。
昨日ね、普通にやってたら、なんだっけ、普通の、無料ガチャのやつで、こいつが当たりました。なんでね、まあ、明日ぐらいまでには、まあ、レベルね、S にさせて、レベルを完走させときますね。で、まあ、これ持ってる人多いんでね、検証したところで、俺も持ってるよって人多いと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみましょうかね。はい、じゃあ、3連ガチャ行きましょうかね。しょぼいですけど。はい、じゃあ3つ回しましょう。できればね、金が出たら、魔王フェスだけじゃなくて、ね、他も結構面白いかなと思いますけどね。はい、じゃあ今後にもね、期待しながら、金出ないかな。はい、3つ。さすがにね、そんな甘くないですね。はい。ある意味3トップが当たりましたね。雑魚3トップがね。はい、じゃあこいつらほんとしょっちゅう当たるんでね。まあまあ、やっぱ魔王フェスでね、運使い果たしたのかなという感じしますけどね。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。またね、まあ、今回はね、あれに、星つけたんで、まあ、これね、まあ、ちょっと次は、明日はね、レベルを上げて、で、それでね、またチャレンジしていきたいなと思います。まあ、あとパーティーどうするかですね。まあ、いろいろね、充実はしてきたんですけど、やっぱバランスって大事なんで、闘技場とかね、リーダー属性とかね。まあ、その辺考えながらやっていきたいなと思います。はい、失礼します。